カチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、4回目の車屋さんに行きたいと思います。ムーブのオイル点検ですね。1回目だけランプがついたっきりで、もうあとは全然つかないんですけど、減るのは減ってるのでね、どうしたもんかなと思ってるんですけどね。今回もですね、ランプはついてないので補充だけで終わるような気はするんですけど、別にもう一個ちょっと問題があったので、それも見てもらおうかと。まあ自分でしたらさっさ終わってた話でもあるんですけど、まあ見てみてください。左の後ろのタイヤですね、こっちがですね、2週間ぐらい前に急にパンクしまして、わかりますか、ほらここ側面削れちゃってるんですよ。で、何か刺さってるのかなと思って見たんですけど、特に刺さってもなく、空気を入れるとまあ膨らみますよね。本当にパンクしてるんだったら全然膨らまないと思うので、ただそれでもやっぱじわじわと空気が抜けて、1週間ぐらいでこう抜けて、だいぶ1週間ぐらいで減ってたので、また継ぎ足しで空気を入れたんですけど、なので今日はこれもちょっとどうかなと思って、もしかしたらこことかかなとは思うんですけど、見てもらおうと思います。はい、戻ってきました。オイルの方はですね、やっぱちょっと減ってたんですね。今回も補充だけするって形で終わってます。車屋さんの方からですね、また連絡の方があるみたいなので、今後のことをちょっと決めたいなと思います。それとタイヤはですね、やっぱりパンクでした。それもなかなかわからない、ほんとちっちゃい何かが刺さってて、そこから空気が微妙に漏れてたんですね。一応パンク修理はしてもらったんですけど、ちょっと見てみてください。お、ちょうど真上に来てましたね。パンク修理してもらいました。結構こうもう側面の方だったので、正直微妙な感じです。まあ、空気は漏れてないのでいいんですけど、これで日課になりかけていたタイヤの空気点検と空気入れが終わります。ああ、よかった。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。